アンドレ・ド・ラバルを編集中、アンドレ・ド・ラバル・モン・モランシーは、100年戦争期の、フランスの貴族、軍人。フランス元帥、モンジャン、ロヤック、レの領主。ギー13世ド・ラバルとアンヌ・ド・ラバルの息子で、兄に、ギー14世ド・ラバルがいる。母方の祖母は、ベルトラン・デュ・ゲクランと結婚していたジャンヌ・ド・ラバル。100年戦争中の1423年、アンドレは、 イングランド軍に対抗していたフランス軍の助け騎士に除されたが、1428年にラバル家が降伏すると、イングランドの将軍シュルーズベリー・ハクジョン・タルボットの手により捕虜となった。24000円の身の代金を支払って解放された、後、兄のギーア、ジャンヌ・ダルク、親戚にあたるジルド・レト・アラン・ソンコジャン2世。 ジャンド・デュノワラと共に1429年のオルレアン、包囲戦、パテイの戦い、そしてシャルル・ナ世の体幹式に参加した。ジャンヌの処刑後は、アラン・ソン・コート・デュノワやライル、ザントライ・ユーラ・センユと共に、アルティュルド・リッシュ問題元帥の指揮下に入り、1435年末に、ノルマンディ方面へ、遠征、1437年に、フランス王国海軍提督の称号を得て、 1439年にフランス元帥になった。1440年、シャルル7世とリッシュモンの税制改革に反発したアランソンコー、デュノワラ大貴族が王太子類を擁立してプラグリーの乱を起こした時はリッシュモンのもで反乱を鎮圧した。また、かつての戦友、ジルの目に余る浪費を心配し、彼の弟、ルネをはじめ一族と共に、 領地分配の協議を行い、1435年に、シャルル7世の命令で、ジルを近地三者に指定させて、領地の三逸を阻止しようとした。しかし、ジルの所領を狙うブルターニュコージャン5世がジルと、領地売買しようと図ったため紛争が起こり、1437年には、ジルとジャン5世が売買を進めていたことに豪を煮やし、安住公。 ルネダン中に要請して、武力行使に踏み切り、ジルの所領を占拠して、彼やジャンゴーセイと一触即発の状態になった。1438年に、リッシュモンが、それぞれの朝廷に乗り出し一旦紛争は収まるが、1440年に、ジルの犯罪が明るみに出て処刑された後、1451年に、ジルの娘マリーと結婚し、レの領主権を得る。しかし、 ジルの他の所領は、一族との形争で渡らず、1457年に、死んだマリーとの間に子供はなく、結局、ジルの所領は、サギーツ、一部は、ジャンゴーセイ、リッシュモン兄弟に渡った。ジルの所領紛争が一段落した後は、イングランド軍討伐を、続行、1449年にリッシュモンの下で、 ノルマンディ征服活動に従事、翌1450年森ュモン敗下の武将として、フォルミニーの戦いで、イングランド軍を打ち破った。1453年にシャルル7世の命令で、ギュエンヌ永遠征ギュエンヌ脱会を企てる、シュルーズベリー博率いるイングランド軍をカスティオンの戦いで撃破し、シュルーズベリー博を打ち取り、100年戦争を、フランスの勝利で終結させた。 1456年に王太子類が再度反乱を起こした時もシャルル7世に忠実に使え、後にルイ11世が即位した際に減衰職を解雇された。しかし公益同盟戦争の後に職を回復し、パリの政府の上級代理人及びピカルディの知事職を与えられた。1486年に死去した。ペルヌー。 P114P116、エチュベリー、P130P166、P184P187P194、清水、P101P104P112、エチュベリー、P218P242P245、エチュベリー、P234P245P246、 P271 P275 P284 P292 P293 清水 P177 P176 P180 P182 P186 P252 P253 P288 P290 ありがとうございます。